いただきます。さて次の課題に移りますが、日中首脳会談、日中韓首脳会談ですね、まあ、これについて、まあ、私はできたことは良かったというふうに評価します。ただ、まあ、総理は日中韓首脳会談の開催について、これは画期的なことだというふうに自画自賛されました。まあ、私は非常に違和感を覚えるわけであります。なぜ安倍総理になってこの日中韓首脳会談が3年間開かれなかったのか、あるいは日韓首脳会談が開かれなかったのかということを考えたときに、もちろんそれは双方に問題がある、中国側、韓国側にも問題があるということは私もそう考えておりますが、しかし総理にも反省すべき点があったんじゃないかと、まあ、そういうふうに思いますが、どういう反省をしておられますか。安倍内閣総理大臣、私の主張は一貫しております。どういう主張かということについて、申し上げますとですね、まあ、日中韓はお互いに、まあ、隣国同士であります。まあ、隣国同士であるがゆえに難しい課題もあります。そうしたまた、しかしそうした難しい課題があるからこそですね、首脳間において、胸襟を開いて話をすることが求められているわけでございます。同時にですね、3カ国の首脳は地域の平和や繁栄にも責任を共有しているわけであります。この責任感のもとにですね、もとにまずはお互いに会う機会を作るべきだと、こう申し上げてきたわけであります。こうした課題をあなたのところで、これはまず解決をしなければ会いませんよという、これは外交は間違っていますよということであります。私はそう、この政権を預かって以来そういう主張をしてまいりました。この度前提条件をなしに、前提条件をこれなしにですね、我々は首脳会談を行うことができた。そして今回李克強首相もですね、パク、ね、大統領も三首脳がこうして一堂に会したことは極めて有意義であったということを表明しているわけでありますし、それぞれ参加国の国民に対して我々は責任を果たしていると、こういう実感も共有することができたことはですね、私は画期的なことではなかったかと、こう申し上げているところでございます。岡田克也君。私も首脳会談は無条件に、しかも定期的に行うべきだという主張でありますし、パク・クネ大統領にお目にかかったときにもそのことを申し上げてまいりました。まあ、そこは総理の言う通りなんです。しかしその前提として、やはり私は首脳間の信頼関係というものがなければ、なかなかそこに至らないということもあるのではないかというふうに思います。総理はこういった中国や韓国の首脳との間の信頼関係が今あるというふうに思われますか、あるいは今まであったというふうに思われますか。安倍内閣総理大臣。信頼関係というものはですね、お互いに培っていくものであります。お互いにですね、そのためにもですね、まずお互いが合わなければですね、何を考えているかがわからないわけでありますから。で、果たして、日本や中国や韓国の世論はどうなのかと、それぞれの国がそれぞれの国をどのように考えているかということをしっかりとまずはですね、忌憚なく率直な話をすることから信頼関係というものは始まっていくわけで、ありまして、その上においてですね、まあ、これからさらに一つ一つ信頼関係を積み上げていきたいと、こう思う次第でございます。まあ、中国においてはですね、まあ、習近平主席と2回にわたって首脳会談を行うことができた。まあ、先般胡錦涛主席と胡錦涛首相、李克強首相とはですね、初めてお目にかかることができたわけでございますが、そういう中で間違いなく信頼関係は培われていくものとこう考えているところでございます。岡田克也君。まあ、私は信頼関係もちろん会うことで深まる部分もありますが、やはり相互の会わなくても相互の言動を見て判断される部分もあるというふうに思うわけですね。で、私はやはり総理が、まあ、総理になられてかなり自制はされているものの、総理になる前のさまざまな発言というものがやはり韓国や中国から見て、非常に総理の信頼関係を、総理との信頼を失わせる、まあ、そういうようになっているのではないかというふうに考えているわけですね。まあ、あまり言いたくありませんが、総理になる前に、例えば総裁選などでですね、どういうふうに語っていたか、例えば村山談話についてまさに踏み絵であると、村山さんの個人的な歴史観に日本がいつまでも縛られることはない、もう今は
継承しているというふうに言われているわけですね。河野談話について第一次安倍政権の時に河野談話を修正したことをもう一度確定する必要が、今は河野談話は継承しているというふうに言われているわけです。尖閣についてはこれは民主党政権の時に呼吸化をしたわけでありますが、それに加えて船だまりの設置や公務員の常駐を検討する、まあ、こういうふうに発言されているわけです。もちろん、まあ、総裁選挙の中であるいはその前の段階での発言ではありますが、こういう不用意な発言が私は両国関係を非常にですね難しくした、結果として3年間首脳会談が開かれない事態を招いた、そのことについてやはり日本国総理大臣として反省すべきだというふうに思ってますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣、私は全くそうは考えていません。まあ、そのことをはっきりと申し上げておきたいと思います。国と国、国が違うわけでありますから、当然お互いが求める国益がぶつかる場合もあります。隣国であるがゆえに歴史的な課題が存在するわけでありますが、その国からのですね見方はそれぞれ変わっていくわけであります。そこで私はあくまでも日本の国益を考えた上において発言をしているわけであります。それが相手国側からですね必ずしもよく思われない場合もあるかもしれない、それはお互いにそれはそういうことがあり得るわけであります。しかしだからこそですね、私はこれは首脳同士がですねしっかりと膝を交えて話をすべきだ、こう申し上げているわけであります。これ世界中のですね国境を接する国々はそうした課題を持つ中において話し合いをする中においてさまざまなことを解決をしているわけであります。これはまさに首脳同士はですねお互いを好き嫌いということではありません。責任感です。その地域や国際社会に対してどういう責任を負っているか、その責任の一つがちゃんと首脳同士があってですね話をしていくことによって信頼関係を醸成していくという努力をしていく、これも我々首脳に課せられた大きな責任ではないか、このように思っております。岡田克也君。いただきます。さて次の課題に移りますが、日中首脳会談、日中韓首脳会談ですね、まあ、これについて、まあ、私はできたことは良かったというふうに評価します。ただ、まあ、総理は日中韓首脳会談の開催についてこれは画期的なことだというふうに自画自賛されました。まあ、私は非常に違和感を覚えるわけであります。なぜ安倍総理になってこの日中韓首脳会談が3年間開かれなかったのか、あるいは日韓首脳会談が開かれなかったのかということを考えたときに、もちろんそれは双方に問題がある、中国側韓国側にも問題があるということは私もそう考えておりますが、しかし総理にも反省すべき点があったんじゃないかと、まあ、そういうふうに思いますが、どういう反省をしておられますか。安倍内閣総理大臣。私の主張は一貫しております。どういう主張かということについて、申し上げますとですね、まあ、日中韓はお互いに、まあ、隣国同士であります。まあ、隣国同士であるがゆえに難しい課題もあります。そうしたしかしそうした難しい課題があるからこそですね、首脳間において胸襟を開いて話をすることが求められているわけでございますし、同時にですね参加国の首脳は地域の平和や繁栄にも責任を共有しているわけであります。この責任感のもとにですね、もとにまずはお互いに会う機会を作るべきだ、こう申し上げてきたわけであります。こうした課題をあなたのところでこれはまず解決をしなければ会いませんよという、これは外交は間違っていますよということであります。私はそうこの政権を預かって以来そういう主張をしてまいりました。この度前提条件をなしに、前提条件をこれなしにですね、我々は首脳会談を行うことができた。そして今回李克強首相もですね、パクね、信頼関係というものはですね、お互いに培っていくものであります。お互いにですね、そのためにもですね、まずお互いが合わなければですね、何を考えているかがわからないわけでありますから、で、果たして日本や中国や韓国の世論はどうなのかと、それぞれの国がそれぞれの国をどのように考えているかということをしっかりとまずはですね、忌憚なく率直な話をすることから信頼関係というものは始まっていく
わけで、ありまして、その上においてですね、まあ、これからさらに一つ一つ信頼関係を積み上げていきたいとこう思う次第でございます。まあ、中国においてはですね、まあ、習近平主席と2回にわたって、首脳会談を行うことができた。まあ、先般、胡錦涛主席と胡錦涛首相、李克強首相とはですね、初めて、お目にかかることができたわけで、ございますが、そういう中で、間違いなく、まあ、信頼関係は培われていくものとこう考えているところでございます。岡田克也君。まあ、私はあの信頼関係も大統領も3首脳がこうして一堂に会したことは極めて有意義であったということをまあ表明しているわけでありますし、それぞれ3カ国の国民に対して我々は責任を果たしていると、こういう実感も共有することができたことはですね、私は画期的なことではなかったかとこう申し上げているところでございます。岡田克也君。私も首脳会談は無条件にしかも定期的に行うべきだという主張でありますし、パク・クネ大統領にお目にかかったときにもそのことを申し上げてまいりました。まあ、そこは総理の言う通りなんです。しかしその前提として、やはり私は首脳間の信頼関係というものがなければなかなかそこに至らないということもあるのではないかというふうに思います。総理はこういった中国や韓国の首脳との間の信頼関係が今あるというふうに思われますか、あるいは今まであったというふうに思われますか。安倍内閣総理大臣。もちろん会うことで深まる部分もありますが、やはり相互の会わなくても相互の言動を見て判断される部分もあるというふうに思うわけですね。で、私はやはり総理が、まあ、総理になられてかなり自制はされているものの、総理になる前のさまざまな発言というものがやはり韓国や中国から見て非常に総理の信頼関係を総理との信頼を失わせる、まあ、そういうようになっているのではないかというふうに考えているわけですね。まあ、あまり言いたくありませんが、総理になる前に例えば総裁選などでですね、どういうふうに語っていたか、例えば村山談話についてまさに不明である、村山さんの個人的な歴史観に日本がいつまでも縛られることはない、もう今は継承しているというふうに言われているわけですね。河野談話について、第一次安倍政権の時に河野談話を修正したことをもう一度確定する必要が、今は河野談話は継承しているというふうに言われています。